こんにちは、砂川です。不人気ポケモンを救いたい、いよいよパート8ですかね。よろしくお願いいたします。ということで、今回アクアダンアジトからなんだけど、ちょっとシャドーボールをね、このリンクルスに覚えさせたいんで、送り火山にあるんですね、シャドーボールが。なんでちょっと送り火山のトレーナーを、ついでにたくさん倒していきたいと思います。あ、終わりか。あ、意外とすぐだな。え、こんな緑が生えてんだね。これシャドーボールだよね。よし。ほんで、右上のメガストーンなんだろう。ジュペッタナイトではないんだよ。ジュペッタナイトは、外壁にやったから、なんだろう、チャーレムナイトかな？チャーレムナイト、使う予定はございません。ということで、あっさり、なんか結構すぐ終わったね。まだまだじゃ。わしとポケモンニャンが入るには、こんな程度の墓じゃ。まだまだじゃ。わしとポケモンニャンの墓と刻まれている。あ、もう今のうちに作ってるのね。で、まだまだこんなもんじゃ足らんと。はいはい、来ました。いいね、ここね。雰囲気出てるね。ここリメイク前はもう完全になんか実験施設みたいな感じだからな。いいね、こういうのいいよ。マグマ弾なんかめちゃめちゃマグマ垂れてるよな。横でな。これはいいリメイクですよ。これは戻ってくる専用みたいな。これ。あ、違う。戻ってくる専用じゃないや。戻ってくることできるけど、ここからね、ポイントマックスだったかな？金の玉か。結構ね、レアアイテムというか、貴重なアイテムがたくさん落ちてるんで、アジトは全部拾っていきたいね。まあ、ネストボールとかいう外れもたまにあるんですけど。最初のフロアから形変わってるね。ここにね、歩いてる、ここでぐるぐる回ってる下っ端がいたんだよな。隕石、自然のエネルギー、超古代ポケモン。ここではそれらの関係性を解き明かし、人工的に藍色の玉を作る実験をしているんだが、なかなかうまくいかなくてな。人類が紐解くには難しすぎる問題なのやもな。え、でもいいじゃん、もう。本物手に入ったから。あ、隕石、ああ、なるほど。あ、だからやっぱあの隕石を藍色の玉にしようとしてたってことか。へえ。あ、だから煙突山のパワーをもらったら、やっぱ紅色の玉にしようとしてたってことかな。これ、アズですね。アズニア XY の最終兵器の。その資料がありますね。え？デボン関係してんの？ちょっときな臭くなってまいりました。あんな優良企業のふりしてるけど、デボン。ちょっとこれは、触れてはいけない闇に足を踏み入れてしまったかもしれんな。ここは多分幹部の泉の部屋かな？オエルコドール。甘酸っぱい香り。坊主頭の少年と黒髪の少女が頭に短冊のついたポケモンと一緒に写ってる。これ、青霧と泉とジラーチだよね。2年月7日。これ多分2002年7月7日じゃない？青霧ジラーチと。写真の端に書かれた文字はかすれてうまく読めない。読んじゃったけど。泉だね、これね。ジラーチと合ってたんだね。塩の香りがする。ポケモン雑誌が並んでる。ポケモンの友、ポケモン手帳。かわいいポケモン。泉かわいいとこあるんだよな。ちょっとベッドの匂いも嗅ごうぜ。あ、ないんだ。セリフなんか、かすかになんとかな匂いがするみたいな。なかったっけ？後ろの部屋か？なんか、ステラレ船のベッド、ステラレ船ってまあ今回入金説じゃなくてシー金説なんですけど、ステラレ船のベッドはなんかそういう描写があるよね。こうやって幹部の部屋とかが追加されてるのもいいよね。あのね、アクアダンジとは、この辺のね、奥の研究所っぽいとこじゃなくて、手前の道だけ進んでれば奥まで行けるんだけど、こうやって寄り道をすることでいろんな設定を見ることができるっていう、面白いダンジョンになっております。ここが後ろの部屋じゃない？あはは、なんか、パンチングマシンある。なんかもう必要最低限だな、後ろの部屋は。悪の波動。年代物のラジカセだ。な、デッキの中にはアニースペシャルボリューム7と書かれたカセットテープが入っている。危険な香りがしますね。アクアダの暖気だ。ほのかに塩の香りがする。まあな、塩って書いて牛尾って読むからな。最近はあれだな。日向坂46に牛尾さんがいるから。あれを牛尾と読める人の人口は間違いなく増えたよな。ここが団長の部屋だよな、青霧の。やっぱ他と比べて綺麗だよな。ショーケースが置かれている。鍵がかかっていて開けることはできない。なんか、なんだろうな、これ石？なんかの石だよな。
この手紙は読めないか。あ、潮の香りがするとこないね。船の模型が飾られている。で、これ右上がマスボで、マルマインが2匹いるんだけど、どれだったかな。これ絶対1匹はマルマイン触らないといけないんだっけ。これが金の玉？よし。あ、やっぱそうだね。マルマインは絶対1匹触らないといけないね、これね。爆弾と一緒にね、置かれてるっていう。ということで、マスボを拾いましたと。ここってさ、アジトってさ、ストーリー進めたら閉まるっけ？どうだっけ？ルビーサファイアだったら閉まる？オメガルビアルファサファイアはなんかこういう探索があるのと、あとエピソードデルタでさ、もう一回来るから閉まらんよな。めちゃめちゃ改造されてるっつか、改造すんの早。急いで来たのにね、完全にサメ肌になってるじゃん、完全に。このアジトに入り込んでここまでたどり着いたやつは、おめえが初めてだ。さすがだよおめえ。けどよ、残念だったな。船の改造はバッチし終わっちまったのだ。ドリルまでついてる。見ろよ、あのドリル。あれがありゃ海底洞窟の封印とやらも一発 KO だろうぜ。青霧の兄よ、船の中だ。そこを俺ちをぶちのめせば追いつけるかもしれねえぜ。封印されてんだね。海底洞窟、たぎってきたぜ。フーハー、マックス、たぎってきたぜ。俺ちと、おめえと、ポケモンと、入り混じっての果たし合い。さあさあさあ、力つき、疲れてきた。力つき果てるまでやり合おうぜ。始まる前か、俺が力つき果てるわ。で、サメ肌だけなんだよな。41、40、39回。はぁ、あ、はぁ、あ、兄、任せたぜ。さ、後ろは海底洞窟に行けないのか。ポケスペでも後ろは行けなかったよな。あなたは10日での失敗を忘れたんじゃないでしょうね、みたいなこと言われて。私も連れてってみたいな感じだったけど、ボコられて、青霧にボコられてさ。俺っちとおめえの果たし合いの間に、青霧の兄の準備が整った。俺っちの望みはただ一つ。青霧の兄がやりたいことをやり尽くす。ただそれだけだ。青霧の兄は俺っちのすべて。俺っちの命は兄のためにある。そうさな。俺っちをぶち倒したおめえには、兄の望む世界の形を感じさせてやるよ。ということで、海底洞窟の場所を教えてくれて。まあな、ダイビングを使えばいけるんだけど、ポケスペだとまたごめんな、もういつもポケスペの話して。ポケスペだと、Gランスの力を使わないと、人間はたどり着くことができないというね。ということで行きましょうか。まずダイビングの前にな、フーとランを倒さんといけないので、このままトクサネに向かいましょう。いや、いいね、この大海原に出ていく感じいいよ。とにかく方園地方は海が多いからね。最初はいいけど、なんかだんだん飽きてくるんだよな。飽きてくるとか言っちゃダメだな。公式の人間として、品川くんが言ってました。ということで、着きましたね。案外早いな。源徳実ってこんな近かったか？ネットボールとダイブボールは一昔前までここ徳実の名産品だったんだ。これでネットボールとダイブボールは、ここしか売ってなかったんですよ、本来。昔はね、ルビーサファイアでは。最近はなんかいろんなとこで、普通にたくさん売ってますけど。あれ？ここでも売ってない。あれ？あれ？ここでも売ってないの？いろんなとこで売ってるんだよな。なぜか買えなくなってるけど、どういうことなんだこれは。そう、ダイブボールとかさ、おしゃぼで使うじゃんよく。だからわざわざ特サネまで来て買ってたんだよな。ここにネットボール落ちてるよな。はいはい。やっぱ俺もおしゃぼこだわりたい人だからさ。で、これな。777回。話しかけたらジラーチが出る岩な。で、この宇宙ステーションがすげえ進化してんだよね。俺昔目隠しアルファサファイアやってた時に、ここで死ぬほど迷ってました。ここでマジで目隠ししてるから1時間ぐらい迷ってた。ここで。なんもないここで。なんかダウジングとかない？ある。ありがたいですね。はい、ここで真ん中をグイーンと登って、フートランね。ふふふ、ジムリーダーか。ははは、ジムリーダーか。僕たち双子、私たち双子、
お互いの考えていることが頭を通じてわかるのよ。そんな僕たちのコンビネーション、あなたに破ることができる。全部知ってますから。ふふ、ジムリーダーが、ははは、ジムリーダーが、二人もいるんで驚いた。僕たち双子、私たち双子。何も言葉にしなくても、お互いの考えていることが、頭の中に浮かぶから、通じ合うことができるのよ。そんな僕たちのコンビネーション、君に破ることができる。この浮くのは説明つかんよな。テレパシーとはまた別の能力だろう。ということで、こいつらルビサファの時は本当に負けまくったな。負けてたからね。俺何育てたかな、バシャーモと、みんなね、弱点疲れてたんですよ。バシャーモとガッサだったかな。しかもソルロックが火炎放射を覚えてたりするから。とりあえずこれはソルロックをまず叩きます。リンクルスもシャドウを覚えたんで、叩きます。うわ、2匹同時攻撃してな。地震とかも覚えてるんだっけ、確か。うなと、違ったっけ？シャドウも結構入るね。光の壁は大丈夫。これは、落とせるっしょ。よっ。いいね。攻撃受けてるから威力100だから。しかもタイプ1で150、実質。ミドルアームよりもしっぺ返し。ただ、一回な、ただ、光の壁積まれてるから、このこのシャドボは、あんま入らんと思うけど。ルナトンの方が耐久あるから、ね。あ、でも割と入るな。さあ、特防下げて、催眠をかわして、あ、でもこれは威力50だ。え、強っ。はははは、強いよ。熱さり終わっちゃった。レベルがな、42から45に上がってるんだよな。あれ？エリザベス出すまでもなかったな。僕たちのコンビネーションが。金もたくさんくれました。破れたからには仕方ない。負けを認めてこれをあげるよ。マインドバッジ。久々に右のバッジの編集もできるね。今追加されたと思いますけど。マインドバッジは他の人からもらったポケモンもレベル80じゃない？レベル80、もう、80まで聞くならもういいじゃん、全部聞いてもね。ということで、ダイビングをもらって、いや、ダイビングを使えるようになったのか。ダイビングはこの後、ダイゴさんと一緒に、ダイゴさんからもらえるからね。イベント終わらせてから。あなたとポケモンにはとっても厳しい試練が待ち受けているかもしれないね。だけど大丈夫。あなたもポケモンも一人ぼっちじゃないよ。だからどんな困難にも勇気を持って立ち向かってほしいな。こんなこと言わなかったよね。ありがたいですね。てかなんなら手伝ってよ。方面の危機にこれから立ち向かっていくんだから。誰もさ、助けてくれないよな。早速もう、とんでもない自信よ。これかっこいいよね。光がシュバーっつってね。これな。こんな世界の終わりじゃん、こんなん。実際起こったら。なんだ。海から、光の柱が。あっち128番水道の方。やっべ、すっげ、マジすっげ。はががこの世の終わりじゃ。え、猫ちゃん、大丈夫よ、落ち着いて。猫。うえ、びっくらこいた。今の、なんなの今のぶっとい光。ここの奥深くから出てきたわよね。ちゃんと洞窟の場所も教えてくれるっていう。つなせまるくん。ふうくんとランちゃんから君がジムに来ているって聞いてね。せっかくだから会いに行こうと思っていた矢先にこんな。そうだね。ひとまず僕の家に行こう。珍しくない？このキャラが走ってるグラフィックが準備されてんの。今大悟走ってたよね。なんもねえ。家賃安そうだな。世界に何が起こったのか少し状況を整理しようか。先ほどの地鳴り、そして耳をつんざく爆音。あれは深海に秘められた封印が解かれてしまった証なんだ。128番水道の奥深くには太古の昔に封印されし、超古代ポケモンの眠る海底洞窟がある。
その入り口はあるポケモンの力で封印されていたのだけど、へえ、海王が？どうやら悪巧みをする奴らの手によって解かれてしまったようだね。解かれてっつか、もう力ずくだけどな。奴らの狙いは間違いなく超古代ポケモンを復活させ自分たちのものにすることだろう。すなせまるくん、奴らが超古代ポケモンの力を手に入れたら世界のバランスは崩れ、この星に住む全ての生き物に未だかつてない危機が訪れる。僕は僕の責任においてこの状況を収めるために全力を尽くすつもりだ。だけど僕一人の力でできることなんてたかが知れている。そこで君を見込んでお願いしたい。マグマ団、アクア団の野望を阻止するために力を貸してくれ。マグマ団はそんな悪くないけどね。君と僕、そしてポケモンたちの力を合わせればこの絶望的な状況だって乗り越えられる。そんな希望が見えるんだよ。これを君に託す。これで潜れるようになったと。今作はしっかりダイビングをして自分もボンベをつけるんだよな。ダイビングをしたポケモンになんか自分も守られてるわけじゃないんだよな。ちゃんと自分もボンベつけてポケモンに潜ってもらうみたいな。はい、じゃあね、ダイビングもらったんでちょっと潜ってみましょうか。てかあと不人気ポケモンをね、新たにもう一匹捕まえようと思うので126番水道に行って、一旦ルネもさ、ブックマークしておくか。空を飛ぶルネ向かうついでに捕まえましょう。ザバーン。ほら見て、ボンベも、ボンベ被ってんの見えるかな。ほらこの辺アイテム落ちてるよね、意外と。結構ダウジング使えないけど、ほらこうやってたくさん落ちてるんだよね。お、来た。なんだランタン、ランタン出んの、野生の。ランタンも出るんだ。まあ、ランタンじゃないんですけど。パールル、チョンチー、ジーランスだけじゃないの。俺昔この辺でデマポケ信じてた時にさ、ワカメッチ死ぬほど探してたな。ワカメッチ探しすぎてそれまでにジーランス3回ぐらい出たわ。デマポケっつってのにデマの意味が分かってなかったからね。小学生の、当時小学4年生の僕は。ラグナロスとか、メタロードとか信じてたからね。あ、こっちにもラブカスいる。こんにちは。あー、行っちゃった。来たー。はい、不人気ポケモン6匹目。パールルでございます。まあ、パールルではないんだけどね。パールルの進化なんだけどね。てか、グラフィックすごいね、背景ね。凝ってるね。第6世代はこれがいいよな。あー、倒しちゃ、危ねえ。ばあちゃんに餅を食わす。名前はもちろんパルル。これ以外に考えられん。よろしくパルル。で、まあ、今回、まあ、今ポンって右下でたと思うけど、もうバレてると思うけど、ハンテールなんですね。今回6匹目の不人気ポケモンは。なんでハンテールにするので深海の牙を盗まないといけないんですよ。野生のサメ肌とかキバニアから。なんで、これからひたすら泥棒をして、深海の牙を盗んでいきたいと思うんですけど、収録時間もそろそろいい頃なんで、次回に回そうかな。ということで、この綺麗な、ルネシティの景色とともに、お別れをしたいと思います。ということで、ありがとうございました。またぜひ次回も見ていただけると幸いでございます。では、次回の動画でお会いしましょう。お相手は砂川でございました。ありがとうございました。さようなら。